皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、ゆいちゃんがいつもレッスンしている赤坂にあるマイゴルフレンジに来ております。今回はゆいちゃんのインスタグラムでゆいちゃんがフォロワーさんに、まあ、どういうことで悩んでるか質問をしてくれて、はい、まあ、その質問に沿って、まあ、レッスンをしてもらいたいなと思います。じゃあゆい先生のレッスンしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、今回の動画ではですね、オーバースイングの直し方いってみたいと思いまーす。じゃあお願いします。ドライバーでじゃあ、うん、言いますね。はい、オーバースイングって一言で言うと、うん、言ってもなんかいろいろあるんだけど、うんうん、一番アマチュアの人で多いなと思うのが、腕を使いすぎてオーバースイングになっちゃうパターンと、手首を曲げすぎてオーバースイングになっちゃうパターンがすごい多いなと思います。なるほど。全員が全員そうじゃないとしても、うん、そういう人が多いなっていうイメージ。じゃあまずは腕を使いすぎてオーバースイングになっているパターンだと、はい、悪い例からやります。はい、腕を使いすぎてるパターンはこういうパターンですね。なるほどね。これでオーバースイングになっている人が多いなっていう。で、この場合は肩は回さなくて腕だけがこういうふうに体に巻きついちゃう状態でオーバースイングになる。なので自分の肩にこうやってクラブを当てて前傾姿勢を取ってから、このグリップがボールに向くように回転する。そうそうそう、左肩が自分のボールに向かって回転する。腕だけ使うとこの体回ってないんですね。そうそうそう、肩を回すとこの、おお綺麗っていう、はい、なので後ろから腕だけ回すとこの、肩をちゃんと回すとおお綺麗。これ自分で確認する方法はさっき言ったみたいに、ここに自分の肩にシャッター合わせてグリップを回す。すごい分かりやすい。キャッキャッ、あくしゃみがかわいい。何だったっけ。あ、そうそう、肩を回すね、うん、肩をしっかり回してトップを作る意識、はい、でやってみてほしいのと、あともう一個は手首をコック使いすぎてオーバースイング、今から2個ちょっとやってみるんですけど、ここからここでトップを作る人と、うん、こういうふうにトップを作る。あ、肩の位置も腕が伸びてる場所も手首の位置も一緒だけど、コックがあるかないかでヘッドの位置が全然違う。すごいね。そうそうそう、これオーバースイングプラスクロスショットになりやすい人もこのパターンが多くて、コックを使いすぎてクロスショットになって、しっかり手元の位置も肩も回ってるのにっていうのはそのパターンが多くて、じゃあなんでそんな風になるのかっていうと、だいたい構えてからクラブを腰ぐらい、この位置です、この位置に上げるまでに手首がこうやって曲がっちゃう人がだいたいこういう風なスイングになっちゃう、この手首が曲がりすぎてスイングになることが多くて、イメージ的には自分のさっきの腰まで来るこの位置までは手首を曲げない意識です。手首を曲げない、手首曲がっちゃうとこうなったりとか、これはあんまり見たことないんだけど、どっちかというとこうなる人、いる、こことここの違い、がすごい多いから、結果的にここでこれだけ曲がって腰でこれだけ曲がってしまうから、トップの時にもっと曲がっちゃう、でオーバースイングみたいになっちゃう。これは手首さえ直せばすぐに治るかなと思います。あともう一個質問で多かったのが、うん、左腕が伸びないっていう、トップを作った時に、ここで止まれなくてこうなっちゃう、曲がっちゃうのっていう人が何人かいたんですけど、左腕が曲がっちゃう原因はさっき一番最初に言ったみたいに腕を使いすぎてるから、こういうふうに、重いものをこうよく一緒に担ぐみたいなスイングになっちゃうので、腕の意識じゃなくて
この二の腕から下はもうグリップを握るぐらいの力でいて、どっちかというと肩の回転を意識する肩で、自分の左腕がこれ以上伸びない、うんうん、ここから私もこの位置からさらに遠くに大きく上げようと思うと、もう左腕を曲げるしか方法がなくなっちゃう、うんうん、でもうここが限界だわっていう位置で止まれば、それでまっすぐになる。あとは左腕を伸ばしたい場合は自分の左手小指を遠くに持っていくイメージ。自分の左手の小指が自分に近づけば近づくほど左腕って曲がっていくから、自分の左手の小指を遠くに持っていく。そしたら自然と肩も一番最初言ったみたいにこうちゃんと回って、左手の小指を遠くに、こういうイメージ。なるほどね。がオーバースイング大体原因多いのはこの2つかな、うんうん、感じですね。1回打ってますか。打ってみますか。はい、うん、感じます。感じね。ジェンさんにもじゃあ一球打ってもらいましょう。喋りすぎて喋りすぎて私もオーバースイングではないね。私もこの、なんつうの、肘伸ばすから遠く、手を遠くにこう、うん、自分の左手小指を遠めに持っていく。こうね。そう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 。うん、ナイスショー。いいね、綺麗なドローで当てに行きましたはい、という感じで、皆さんオーバースイングで悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひいろいろ今ゆいちゃんが言ったことを試してみてほしいなと思います。試してみてください。はい、次回の動画は、まあ、ゆいちゃんがいろいろあのアンケート取ってくれたんですけど、まあ、座りながらいろいろその質問に対して答えていきたいなと思います。思います。次回の動画もお楽しみに。